回のあらすじ。不合のメンバーでありながら地獄のレッスンに見事耐え抜いたアイドルユニットキャッツクスカから抜け出し、見事世界を取り戻したはいいものの、そこで明かされる驚愕の事実。なんとアイドルとはライフなる催しで歌って踊る存在だった。持ち歌、振り付け、知らぬ存ぜぬ予想もできぬ多様な状態にもかかわらず、箱だけ押さえたるはペオルタン。シャックス仮に明日はあるのか、ユニットあまたの問題を抱えて地上楽園編開幕。あ、出前来ましたね。大祭あんかけチャーハン、私です。おめえら食べながらでいいから聞いてくれ。ライブは10日後だ。にもかかわらず歌とダンスの練習を、他のアイドルの猿真似じゃいけねえらしい。自分たちだけの歌とダンスって、出前で持ってきてもらえるのか。私味濃いね。ソフトクリームに歌をつけてもらうこともできましたね。いくら喫茶ピルガトワールでも楽曲は注文できねえっつーの。こんな時までピュアかよ。くれねえな。作詞家さんとか作曲家さんにお願いしなくちゃいけないってこと。あとは振付師さん。こういうコネはデスタイガーが持ってそうだな。おい、あの、これタイガーさんたちのリンゴでしょうか。金庫の扉が開いていて、中にこれが。くそ、やられた。活動資金を持ち逃げされた。あのゲス兄弟、ゲスに対して弱すぎるぜ。あ、タイガーさんたちならさっき見ました。パンパンに中身が詰まったセカンドバッグを抱えてましたね。おい、どうしてつこそこそしてて怪しいなとは思ったんですけど、カバンの中身はリンゴだと言っていたので。疑うことを知らねえのかよ。おめえ探偵向いてねえぞ。そこがいいんだけどな。ピュアなんて喜んでる場合じゃねえぜ。金がなければ曲を発注できねえ。このままじゃライブは中止だ。私に明暗があるぞ。アイラの錬金術だ。金を作り出したら大金持ち。いっぱい曲を作ってもらえるぞ。いろいろ珍しい材料が必要になるから、この世界にそれがあるかどうか。ならばガトリン、お前は自分がイメージしたものを具現化できると言ってなかったか。ライブはやりたいですが、通貨偽造はナース道に反します。このままでは世界中に夢と希望とピュアを届けることができないではないか。そんなの嫌だぞ。チケットはバンバン売れちまってる。世界を取り戻したアイドルってことでメディアで特集が組まれたみてえだ。あの持ち逃げ兄弟とはかねてからの因縁があります。私が活動資金を取り戻してみせます。探偵が在籍するアイドルユニットの活動資金を持ち逃げする。これが何を意味するのか。そう、これは犯人からの挑戦状なんです。なんかあの二人だけだと心配だから私も行ってくる。もう遠くに逃げちゃったのかな。私たちのことをご存知の方いらっしゃいましたね。私たちどうなっちゃうんだ。最初は無理やり連れてこられて、無理やり地下に落とされて、何がアイドルよって思ってたけど、
ライブができないとなると、結構、悔しいかな。ちょっと想像しちゃったもん。ステージでみんなと、あれ!どうしたの?タイガー兄弟?ソフトクリーム屋さんだ!前に事務所でした推理、バッチリ当たりました!でも、今は食べてる場合じゃないです。ビリーがソフトクリームを我慢するなんて。どうしてでしょう。いつもだったら、ソーサよりもソフトクリーム優先のはずなのに。そういえば、いつになく気持ちが高ぶっています。それだけアイドルへの思いが強いということでは?ビリーさんの中で、アイドル大なり、ソフトクリーム大なり、ソーサという好きが出来上がったのでしょう。絶対見つけよう。ライブやろう。諦めずに考えなきゃ。あの二人の性格的にどこへ向かうんだろう。目立たないところに隠れるとか、派手に使うとか、高飛びするとか。そうです、マイラさん、正確ですよ。ゲスということは下水場所にいるはずです。もう答えは出ました。あの二人はこの街で一番下水場所にいます。それどんな場所？いいでしょう。ライブのためなら私は心をゲスにします。イマジネイティブロックオン、ガトリンチャンバーゲスティネーション。ドーバドバドバ、下水スポット、下スポットを探してやるでゲス。ライブのために全身全霊を込めてゲスになるなんてすごい。ゲスなのにカトリンがかっこよく見える。ゾバゾバゾバ、この辺りからたまらなくゲスい香りが漂ってくるでゲス。見て、あの店の前にリンゴの芯が落ちてる。この店ですね。探偵は推理だけではありません。犯人と戦うハードボイルド路線で行きますよ。お前たち、どうして。ゾバゾバゾバ、ゲスの勘繰りもゲス探しには役立つでゲスね。くそい、デサイガー、我ら兄弟の力見せてやるでゲス。およ兄者、心の虎を奮い立たせようぞ。我ら必殺のゲス奥義、稲荷。我が輩たちには金が必要なのだ。金を盗んで何が悪い。だいたい金の管理をゲス任せにしたそっちも悪いと思うよ。予想以上の稲荷っぷりにかける言葉が見つからない。とらとらとら、会話するのもバカらしいだろ。かける言葉が見つからないならば、言葉をかけなければいいのです。ハードボイルドに力ずくでいきます。稲荷が通用しないだと。力ずくとは野蛮なアイドルめ。週刊誌にリークしてやるでゲス。リークってなんだろう。まあ、いや。待ってくれ、話を聞いてプリーズ。本当に金が必要な事情があったんでやんす。まあいいでしょう。犯行の動機を聞くのも探偵の務めですから。我が輩にはゲスくて可愛い姪っ子いる。こいつをアイドルにしてやりたかった。そのために金が必要だったのだ。アイドルになりたいという情熱にあふれていてな。それに比べてお前たちからはそういう情熱を感じない。お前たちには舞台に立つ資格などない。ウスットから説教された。でも情熱か、もっと燃やしていかないと舞台には立てないのかも。情熱、
そんなものじゃ腹は膨れないでゲス。で、もうゲスのふりはやめていいんですよね。イマジネイティブロックン、ガトリンチャンバーピュアヘブン。タイガーさん、確かに私たちはなし崩し的にアイドル修行を始めました。世界中に夢と希望とピュアを届ける存在という言葉に釣られただけです。しかしアイドルは歌と踊りをファンに届ける存在だということを知りました。ナースにとっての治療がアイドルにとってのライブ。漠然とした夢の輪郭がはっきりして、今は情熱を燃やしているのです。ねえ、燃えていますとも。まるで軽い気持ちで焚き火をしたら思いのほか燃え盛ってしまい、大人を呼んでこようにも目が離せず。あ、これやっべ。よくわからない例え話はいらないから。だったらお前らの情熱を見せてみろ。見せましょう、私たちの情熱を。うん、情熱燃やしていく。私たちはライブをやってみせます。なぜならライブをやりたいからです。の情熱、本物だった。いえ、お二人の情熱も素晴らしかったです。めいっ子さんへの愛が伝わってきました。さぞ、ゲスくて可愛いんでしょうね。めいの話は出任せだ。へえ、めいなんていないでゲス。我が輩たち二人、兄弟で独身だからな。そろそろ見固めようとは思ってるけどね。だったら、犯行の動機を。実はお前たちを試すためにあえて金を盗んだのでや。え、マジ？お前たちが本当にアイドルになってライブをやりたいと思っているのか、それをこの目で確かめたかったのさ。さすがは人を売っていたタイガーさん。おかげで情熱を再認識できました。そしてこの情熱をさらに高めてまいります。
タイガーさん、ゲスくていい人だったんですね。我が輩も本当はこんなことしたくなかったのよ。私たちがもっと熱くなってたらこんなことにはならなかったってことか。発動資金の持ち逃げ事件、真犯人は私たちの心の隙だったんですね。ともあれ無事解決です。それでは発動資金の無事を祝して乾杯。乾杯。あれ、そういえばゲスタイガーさんは？え、アイラさん、タイガーさんたちの見分けついてたんですか？もしかしてわからないの私だけ？リリーさん、安心してください。私もいまいちよくわかっておりません。とはいえナース人通力で2回に1回は当たりますが。そりゃ2人なんだから2回に1回は当たるでしょ。兄ちゃん、弟さえも裏切って金を持ち抜けするのか。お前たち、兄者は我が輩が捕まえる。だからレッスンに専念するんだ。信じていいんだよ。実は姪っ子の話だけじゃなくて、わざとお金を盗んだって話も出まかせで、結局お金を持ち逃げされたってことはないよね。さあ信じましょう。なぜって、そうですって、私たちはアイドルなのですから。なるほど、そうですね、アイドルだから信じましょう。理由になってない。でも信じよう。
Thank you.